ジェームズ・アンドリュー・ジョーンズはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の元バスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどで活躍し、2017年からフェニックス・サンズの球団副社長を務めている。身長203センチメートル、体重98キログラム。ポジションはスモール・フォワード。マイアミ大学卒業後2003年の NBA ドラフトでインディアナペーサーズから2巡目49位で指名されて NBA 入り。2年目にはまとまった出場時間が与えられるようになり、3ポイントシュート成功率39.8%をマークした。2005年8月25日、ドラフト2巡目指名権とのトレードでフェニックスサンズに移籍。2007年6月、ルディフェルナンデスと共に、 金銭トレードでポートランドトレイルブレイザーズに移籍。自身のキャリア最高の3ポイントシュート成功率44.4%をマークし、リーグ屈指のシューターとして知られるようになった。2008年オフにジョーンズは、プレイヤーオプションの権利を行使せずフリーエージェントとなり、マイアミヒートと契約。地元マイアミ出身選手として人気を博し、2012年からのヒート2連覇に、 貢献した。2014年7月、レブロン・ジェームズの後を追って、クリーブランド・キャバリアーズと1年契約を結んだ。2016年、6年連続ファイナル進出という、異業自身3つ目となるチャンピオンリング獲得。2016年7月、レブロン・ジェームズと共に7年連続ファイナル、進出 &4 つ目の優勝を目指すため1年契約を結んだが、 ゴールデンステートウォーリアーズにリベンジを起死した。2017年7月19日、現役を引退し、フェニックス・サンズの副社長に就任したことが発表された。ありがとうございます。